今回、いろいろな発表っていうか話し合いが出たんですけども、その中で一番、さっきゴールからお話しさせていただきます。ゴールというのは、この団体さんのゴールで、私たちが持たないといけないゴールというのは、どんな子どもたちに育ってほしいか、この大阪狭山市の子どもたちがどんなふうに育ってほしいかというビジョンをもっと私たち大人が持つっていうことが一番大切なんだなっていうことに、話し合いを通じて気づかせていただきました。それでですね、やはりこう担っている子どもたちがどう育っていくかっていうことに関しまして、いっぱい今回発表でもいろいろご発表されていたと思うんですけど、 ALT の先生方のニーズが少ないということで、やはり大阪狭山市の子どもたち、子どもたちに対して質のいい教育、英語、単語とかだったではなくて、コミュニケーション能力をどう身につけていってもらうかっていうのは、やっぱり ALT の先生方の人数を増やしていくっていうことがすごく大切なことで、まずそれをするためにはやはり ALT の先生を来ていただく予算がない。でその予算をいただくためにはやっぱり市として協力していただかないといけないというところが大きな問題となってきます。そしてその、予算を増やしていただくためにも、いやそんな予算増やしてほしいのに市は協力してくれないとかではなくて、どうやって一緒に共同事業として団体さんと、そして私たち市民と、そして大阪狭山市とがどういうふうに協力し合いながら子どもたちの英語能力を身につけていくかっていうビジョンを持って、そして予算を出してもらうのが一番いいのではないかと、伝え方を伝え方を大切にして活動を続けていくことが、諦めずに続けていくことがすごく大切なんではないかっていうお話も出ました。そしてですね、今小学校ではパソコンの授業というのがあるんですけども、パソコンの授業でも大阪狭山市 の, ホームページをクリックして、キッズコーナーというページが大阪狭山市にはないんですね。でまたそういうふうなキッズコーナーのページも作っていただいて、子どもたち、大阪狭山市の子どもたちが興味を持って自分たちの地域、市を調べたりできるような、そういうふうなことも教育委員会として大阪狭山市としてしていただければいいのではないかという案も出ました。で大阪狭山市は、丸ごとパック授業というのがあるんですけども、小学校中学校で誰でも来てくださいって、幼稚園中学、小学校中学校の先生方が、その日に足を運んで、幼稚園小学校中学校に行かれるんですけど、そこで英語の授業をして一人でも多くの先生方に分かってもらうのと、プラス、せっかく小学校中学校でやっぱり英語を勉強しているので、いい引き継ぎ、やっぱり小学校で学んだ英語を中学校で活かせれるように、そしてそれから大阪狭山市でも英語っていうものがすごく親しみやすいものに変わっていくのではないかというふうに話し合いが出ました。で最後に、私自身のすごく感じたことなんですけど、今回その団体さんの発表の時に初めてこの団体さんが自分の子どもの小学校中学校で教えてくださっている支援の先生方の団体さんなんだということを知りました。そしてですね、助成金での発表の時とかにすごくキャンプで英語で夏休みにやってくださる発表があったので、キャンプをしてくれる英語の団体さんだというふうに思ってたんですけど、こんなに自分の子どもたちに関わってくださって、それだけビジョンを持ってくださっている団体さんだということを知らずにすごく恥ずかしく、そして今日ですごく感動もたくさんしました。すごく自分の子供は英語が大好きで、学校に行って英語を学んだ時に家に帰って話してくれたり、すごく学校に英語の先生、ALT さんが来たり支援員さんが来たり、すごく仲良く親しみやすくお話をしてくれるんですね。そういった環境で実は自分の子供が育てていただいてたっていうのに、改めて感謝の思いでいっぱいです。で今日この会を変えられてからでも、今回その本当に知らないことが多すぎて、噛めば噛むほど本当にスルメのように味が出てくる団体さんだということに、私この2グループはすごく感じましたので、ぜひ皆さんも大阪狭山市の子どもたちがすごくたくさんの夢、
を持って育っていけるようにこれからもご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。